おー、なんかが見えてしまいそうな。はい、どうもこんばんは、勝村工務店でございます。久々にですね、ちょっと小屋の方にやってまいりました。まあ、最近ね、外が天気悪いし、ちょっとね、出張続きっていうこともあって、なかなかですね、ここのお掃除とかね、いろいろその他もろもろできてないんですけども、この小屋ですね、どうしようかなっていう方向性はですね、大体ついてきました。ただね、私みたいな素人でできるかどうかが心配なんですけども、本日はですね、この小屋どうするか計画でございます。何の計画だ？では早速本日も行ってみましょう。さて本日はですね、もう結構ね、これ、暗いんですよ。暗いんですけども、実はですね、カメラが今回変わっております。ちょっとね、そのテストも重ねて、今、ちょっと撮影の方もやってみてるんですけども、カメラ好きの方だったらわかるよね。外の明るさに慣れた、肉眼よりかは、結構明るく映ってるはずでございます。またね、もう一個ヒント言うと、ピッとね、画面を越せないから、どんな感じに僕が映ってるのかよく分かっておりません。黒く潰れてたらどうしようかな。まあね、ならカメラ持ちながらちょっとご紹介いきましょう。今現在の内装としてはですね、このような感じでございますね。まだね、ちょびっとなんかいろんなもの残ってるんですけども、基本的にはですね、この床、もうこの床抜いてしまおうかなと。全部綺麗にですね、これ全部取ってしまって、これ見えるかな？ちょっと1枚ぐらい外してもいいよな。うん、呪音的なものはないから大丈夫。うん。ここに見えるね、柱？この柱も、もう物体に行ってね。ほんで多分この下さ、見えるかな？カメラの限界。あー、カメラの限界に見えた。肉眼でも見えねえんだけどな。これ砂なのかな？どうなんだろう。あ、砂だね。結構浅い。ここをですね、ちょっとコンクリしてしまおうかなーと。つまりですね、ここ、1階部分を駐車場にしようかなと思っております。いや、それにしてもこのカメラ映るなぁ。やるやないか、このカメラ。ほんで、こういうトラップは、ちょっと隠しておこうか。ただね、いろいろ問題点といたしましてはね、この正面に見えるこのドアね、全部取ってしまって、ちょっと専門家じゃないからわかんないんだけどさ、ここに柱1本あるでしょ？ほんで、こっちにもね、柱、端っこにも柱あるからさ、こっから、ここが多分車の入り口になると思います。ただその作業がね、できるかどうかだよね、僕に。ほんで一応ですね、この建物については、本気の大工さんに見てもらったからね、建物の強度的には、まだ大丈夫らしいです。そこら辺安全はね、一応見ておきました。ほんでね、まだね、ここにね、石？もうでっかい石になるからさ、これもちゃんと片付くかちょっと心配だよね。ではさらにですね、上の方ちょっと行きましょうか。今まではですね、上全然映らなかったから撮影してないんですけども、今日のこのカメラだったら映るかも。じゃあね、ちょっと階段を上がっていきまして。いやー、これはね、ホラー映画見た後だったら絶対無理なレベルだね。あ、すごい。うわー、すごいわ。こっからですね、ややですね、光は入ってるんですけども、もうちょっとね、ISO感度を高めてみましょう。おー、なんかが見えてしまいそうな。見えないような。あ、ここまで暗いとさすがにちょっときついね。ここもですね、ちょっと照明つけて中の方きれいにしないとね。タンスとかね、いろんなものがございますと。ただこんなね、暗い場所を映しとくと、コメント欄がね、なんか見えましたよ、カズさんとかね。そういうので埋め尽くされるんだよな。大丈夫。僕にはね、すごい強い、守護霊、おじいちゃんがね、ついてるからね。僕の周りはね、ほんといい人しかいないんですよ。もう幽霊さんも含めてさ、ほんといい人しかいないから、全然大丈夫。はい、とこんな感じでございますね。今現在がね、4月、終わり頃になってるんですけども、なんとかですね、8月か。8月ぐらいまでには、なんとかですね、ここを駐車場みたいな感じで、改装いたしまして、2階はね、まだちょっとね、時間が足りないから無理だとして、ここ1階を駐車場兼、バーベキュースペースみたいな感じにね、仕上げたいかと思っております。いやー、これからね、いろいろと忙しくなりそうだな。はい、そして最後にですね、今回使ったカメラ、またね、別の動画で紹介すると思いますけども、α7S でございます。いや、暗いとこ、すごいわ。ただやっぱね、自撮りできないのがね、唯一のデメリットだけどね。そこはね、外部モニターとかつければなんとかなりそうな感じではございますので、そちらもですね、今から何かね、探してみたいと思います。以上ですね、カズさんの小屋改装計画でした。